お元気ですか？ボクシミです。今回は横浜 GNA ベイターズベースボールカードをですね、2020年、2021年、2022年とね、カードをね購入しましたので、そのまとめて9パックやっていきたいと思います。早速ね、やっていきたいと思います。なおですね、これパックで買ったのでね、あの直筆サインカードはね、あの出るかもしれませんし出ないかもしれませんのでね、この辺ご了承ください。まずはやっていきたいと思います。まずは2020年版のカードの方ですね。1袋目でございます。柴田達弘内野手でございます。進藤拓也投手でございます。伊藤幸也内野手ですが、現在はね楽天に移籍しております。海老名達夫外野手です。で、百瀬弘樹内野手のカードでございます。スペンサー・バットン投手でございます。続いて2袋目でございます。これは国吉勇輝投手のカードでございます。現在はねロッテマリーンズに在籍しております。移籍しております。大和内野手でございます。藤岡義明投手でございます。一つ言い忘れましたけどね、2020年度版でございますのでね、移籍した選手や、他球団に渡った選手もいますのでご了承ください。東和樹投手でございます。浜谷広大投手でございます。マイケル・ピープルズ投手でございます。3袋目でございます。伊藤幸也内野手でございます。桜井修斗投手でございます。中井大輔内野手でございます。進藤拓也投手でございます。坂本裕也投手でございます。峰井弘樹捕手でございますが、現在はソフトバンクホークスに在籍しております。3袋目でございます。桜井修斗投手でございます。平田慎吾投手でございます。藤岡義明投手でございます。で、音高友外野手のこれカードでございます。京山雅也投手でございます。で、田辺隼人内野手でございます。今度はね2021年度版でございます。1パックしかありませんけどね、やっていきたいと思います。で、進藤拓也、内投手でございます。坂本裕也、こちらは投手でございます。ネタフリー外、内野手でございます。大貫慎一投手でございますのカードでございます。エドウィン・エスコバー投手でございます。元ファイターズでございます。勝俣敦史投手でございます。続いてですね、2022年度版のカードでございます。こちら4袋でございます。そのうちの1袋目でございます。宮崎敏郎内野手でございます。戸柱康隆捕手でございます。で、大和内野手のねこのいぶし銀のカードでございます。で、伊藤幸也内野手でございますが、先ほどお伝えた通り現在は楽天に在籍しております。で、三島和樹投手のですね、こちらね
限定カードなんですけど、こっち印がキラキラ光ってます。こちらがね限定カードとなっておりまして、50分の31となっております。で最後は牧秀悟選手でございます。で続いてね、2パック目でございます。琴ノ健太投手でございます。山崎康明投手でございます。平田慎吾投手でございます。海老名達夫外野手でございます。今永翔太投手でございます。高城修斗捕手でございます。3袋目でございます。桑原正幸外野手でございます。東和樹投手でございます。梶原浩輝外野手のカードでございます。田辺隼人内野手でございます。で宮崎敏郎内野手のカードでございます。こちらがねノーマル版でございます。篠直人内野手でございます。で最後は最後の4パック目でございます。伊藤光捕手でございます。坂本裕也投手でございます。入江大成投手でございます。タイラー・オースティン外野手でございます。でタイラー・オースティン外野手のカードでございまして、最後は琴ノ健太投手のカードとなっております。以上で BBM 横浜ベイスターズベースボールカード2020年から21年22年の開封動画計9パック を終わりにしたいと思います。で8月になりますとですね、今度はですね、この BBM 横浜 DeNA ベイスターズ2023の開封動画ですね、やりたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。ちなみに、明日もやりますので、明日はどんな、カードが出るかを、楽しみにしてください。なおですね、パックで買ってますので、先ほど言った通り、直筆サインカードはね、出ないことの方が高いと思いますので、ね、あらかじめご了承ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。